ドキドキしていた。今回の動画は今年のお正月に僕の実家の岡山県に帰省した時の様子なんだ。ホタルにとって初めての遠出でちょっと心配だったんだけど、2泊3日の旅を満喫できたようだし、泊まった古民家も最高で、また夏に行きたいと思ってるんだ。はい、皆さんこんにちは。こちらですね、岡山県備前市というところにある、築100年の古民家を改築して、民泊ができるのぼり屋さんという、宿に今回この2023年の1月3日から2泊3日で泊まりに行ってきました。実はですね、ここ僕の実家から徒歩10分のところにあってですね、まあ、奇跡というか、僕の妻のマサヨが見つけてきたんですけど、たまたまうちの実家に、3年ぐらい前かなにできた、古民家です。でここはワンちゃんも一緒に宿泊できるということで、全国から、家族、ワンちゃんと一緒にね、ご家族で泊まりに来られてる方がたくさんいます。ここ本当に僕も通学路でこの目の前を6年間ずっと通学してましたし、もう本当にもう庭、僕の遊び場ですにこうして、こういった宿ができて、本当にホタルを連れてこられてよかったなと思います。これ夏にも、皆さんね、夏にも僕たち行こうと思ってますけど、本当にいいですよ。ここのぼり屋さんというところです。雰囲気最高です。薪ストーブもありました。動画もっと撮っとけばよかったなと思ったんですけどね。でこれがですね、バーディーと言います。この家に住んでいるバーディーちゃん、もうね、ホタルも大喜びで、もう遊びたくて遊びたくて、もうただこの日というよりもね、岡山はなんせ寒いんです。意外と皆さんあまり知らないと思うんですけど、こうやってつららもこの日、これが1月の4日ですかね、まあ、こんな感じでつららというかね、この逆さつららですね、水道からボタボタ滴って凍ってくるという、まあ本当にのどかでいいところです。で先ほどののぼり屋さんの裏にですね、ドッグランがありまして、まあ そこら中ドッグランみたいな感じなんですけど、ドッグランがありまして、こちらに、バーディーもいますし、まあ、ホタルも中にこの後入れてやりました。この地区はですね、本当に僕も、当時小学校全校生徒で100人ちょっとしかいなくてですね、今はもう40人とか30人規模の本当に過疎化した小さな村です。なのでね、もう本当にのどかで、もう夏は避暑地、まあ、冬はちょっと寒いですけど、本当に都会の喧騒から、なんていうんですか、離れたい方にはおすすめです、ね、ワンちゃんもなかなかやっぱホテルだと泊まりにくいと思うんですけど、こういうとこだと安心して、ここの、管理されてるオーナーさんもすごい理解のある方でしたし、本当に皆さんおすすめです。あとね、あまりみな、岡山の話になるんだ。これ見てください。これね、薪ストーブで今こうやってね、薪で部屋の中温めてるんで、あえて外からは煙が出てます。であまり皆さん岡山県って行かれる方少ないんですよ。広島に行く時に通りましたとかね、九州行く時に新幹線で通過しましたとか、まあ、そのいう方が多いんですけど、もうぜひ一度行ってみてください、岡山。でこの後に出てくるここです。ここが、牛窓というところですね、ここも、我が家じゃなくて実家から車で10分15分ぐらいなんですけど、日本のエーゲ海と、まあ、この地域では言ってますけど、オリーブ園です。こうオリーブ、今はそんなにないですけど、オリーブの木がたくさんあって、でここには瀬戸内海ですね。で奥に見えるのはまだ香川県じゃないんですけど、そのまだ奥に見えるのが四国になります。でホタルも大喜び。でこの日はね、風が強くて、とにかく、まあ、山のてっぺんなんで、ここも遮るものがないんで、とにかく寒いんですけど、まあ一度来てみてください。本当に気持ちがいいです、ここは。で、また戻りましてですね、のぼり屋さんに、どうしてもバーディーとホタル、まあ
バーディーというよりもホタルのせいでですね、せいと言ったらまあホタルにかわいそうなんですけど、ホタルがやっぱり興奮して顔にこう飛んでいっちゃうんですよね、相手の。そうするとやっぱ向こうは嫌がって仲良くなれないという、まあこの負の連鎖がやはりなかなか断ち切れないホタル。ただこうして遊びたくてしょうがないんで窓越しに吠えてますね。なかなかやっぱりあの2泊3日しましたけど、ちょっと打ち解けれはなかったので、まあ最後までなかなか近づけれなかったんですけど、まあ夏にまたリベンジしたいなと、多分お互い覚えてると思うんで。ホタルでね、やっぱりね、あのまあホテルとかだとね、あのいろんなサービスがあって快適だとは思うんですけど、まあ、こういったあの本当に古民家に泊まるっていうのはねありですよ、あり。まあ、僕なんか特に地元だからもうね、もっとあの落ち着けるっていうのもありますけど、まあ、なんせホタルを自由に話してやれるし、散歩もできるしっていうところで、やっぱりワンちゃん連れの方はこういったところもぜひ行ってみてください。ホタル泣いてます最後。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。